ここが私のいつも練習しているゴルフ練習場です。ゴルフの授業があって、そこでよく使われるゴルフ教場にもなります。部活でもここで練習しています。まだまだいいですか？あ、なんかいろいろストレッチがしないとバーバーなんで。あ、そうなんですね。あ、私がいつもやってることやっていいですか？え、ここで5回飛ぶんですよ。そしたら心拍数っていうか体力って体が温かくなるから、これ飛べるかな今日。あ、いけたわ。ただ単にやったら心拍数がちょっと上がって、こうなんだろう、パンっていう筋肉をなんか呼び起こすのにいいって言われてやってます。はい。でもなんか1個ドリルであるんですけど、ちょっとグリップとグリップの間離して、普通にスプリットハンドで握って、で、まあ、普通にスタンス広げて腰ぐらいの位置でだいたい止めるイメージで、そこからこう体使って打つイメージっていうのをやってます。こう、そうですね、なんか手を離すと、こう 手の動きだとこう、なんていうんですか、こう飛ばないんですけど、このペース面を変えないのを意識した状態で打つと、体でこうしっかり回転しなきゃいけないので、すごくこう体に力がかかるっていうか、こう抜けないっていうか、しっかり腹筋とか力を入れるところを入れとかないと打てない打ち方だから、すごい、もう私は試合会場行ってもすごくこの練習法を終わった後結構やってますね。もうドライバーとかいつよりやっぱゴルフもここが入ってくるところが命だと思ってるから、この練習はすごい自分のインパクトの形をこう決めるっていうか、こうイメージするのにすごくいい練習法ですね。終わってからもじゃあ何か繰り返して、そうです、なんか朝もこれ少しやって、終わった後特にバラバラになってきちゃうから、ボール置いて、まあ、ここで止めてからこう体から動かすっていうのもやるんですけど、疲れてくるとなかなかできないので、こうしっかり連動させて先にこう行かないように、体からしっかり行けるようにフェース面意識して打つ練習をしてます。っていうのはやっぱりこう見てくださってるギャラリーさんにこう元気とか感動を与えられる、こう魅力のあるプレイヤーになりたいなっていうふうに思っていて、やっぱりゴルフをしてない方にも女子プロゴルフってすごくいいな、こうプロゴルファーってかっこいいなって思ってもらえるような選手になりたいなってすごく思いますね。やっぱり自分のまあ、ファッションでもスタイルでもそうですけど、やっぱりゴルフで魅了するのが一流のトッププレイヤーだと思っているので、やっぱり自分のやってる競技、まあ、死ぬ気で頑張ってる競技で人をこう見せたい、
そういう思いがあります。